懲役太郎です。まああのね、このところホストのね関係で、まあ東京歌舞伎町かなんかのでなのかな、なんか風俗にね女の子をどうのこうのって逮捕者何名とかいろいろスカウトとかってなっているんだけど、私もここに来てホストは悪いと、水商売なんかもってのほか、そんなことしてるからなんだっていうふうに言う論調に行こうかなと思ったけど、それも違うなと。じゃあみんながみんな悪いわけじゃないし、そのホストという言い方になってるけど、男性がこの水商売の場所でお話とかね、して、本来はそのメンパブとかいうことを全部規制するって言ったら、そりゃさ、ちょっと難しいんじゃないのって思うんですよ。じゃあ私がもし若かった、今20歳ぐらいでね、そんなちゃんとまともに勉強してこなくって、高学歴であるわけもなく、一流企業に入った、一流企業に入れなかったとするじゃないですか。じゃあ自分で何とか稼ぎたいって言った時に、ちょっとやんちゃだったりした場合、もうラップか、格闘家ホストしかないですよ。こんな言い方したらね、ラップってさ、ラップってやっぱりセンスがいるわけ。音楽のことが何でもやりゃいいってわけじゃないし、ちょっとそれはっていう風になって、じゃあ格闘って言ったって、もう格闘のセンスがいるわけで、やっぱり体力的なものがあるわけで、そうするとやっぱそういうことになるのかな。ちょっと地方からでも出てきて歌舞伎町にとかって夢があるわけだし、全部が悪いわけじゃないわけなんだよね。だってみんなその客が風俗嬢とか、じゃあ風俗嬢が悪いのかって、風俗の子たちが稼いだ金をどこに使おうか自由じゃねえかっていう話になっちゃうんで、おじさんもちょっと上げた拳で、でもそれも自分のこともよう言えないしな、ちゃんとやってる子たちもいるわけだし、これ難しいとこなんだよね。でもこういうようなことが、ただ今回良くなかったのは、単純に家出をしたり行き場がなくなった女の子たちがたまたまその体験みたいな形の 体験入店じゃないのか、なんか安くできるんですよね。俺も一回行ってみたいけどね、その一回初回がなんかっていう風なんでしょ。そうそう、数千円で飲めるんだよね。そういうとこ行ってるうちになんか良くなって、ツケができると、ツケが気がついたら何百万ってなってどうすんのって話だけど、ツケっていう文化もあれなんだけど、そういうやり方は良くはないよねっていう話ですよね、やっぱり。ねえ、いやまあ普通で考えたらさ、一本数千円とか、仮に1万円のボトルをこの付加価値をかけてね高くするっていうけど、そんなこと言ったらどんなものでもそうだもんな。服にしたって、じゃあ原価のことから言ったり、いろんな製品商品なんていうのは、じゃあそこにサービスが含まれないのかって言ったら、私たちのグッズとかそういったものだってそうじゃないですか。原価なんて印刷料込めてね、例えば T シャツ作ったとしたって何百円というものを何千円って売ってるわけだから、同じじゃないかっていう。じゃあ水商売とかお酒だからダメなのかっていう話もなるわけだし、別に無理やり引っ張ってきてるわけじゃないわけだからっていうことにもなるんだよな。ここがな、難しいとこなんだよね。じゃあダメって言ったって、形を変えて、そのやり方を変えて、そのホストの世界も内容変えてきてるわけじゃないですか。じゃあ何をもってホストだっていうのもあるけど、私たちの時だったら音楽があって、チークだとかダンスだとか、もう今そんなことやったらびっくりしちゃうよね、みんな。そんなことでもそれなのか、いや会話があって、会話がちゃんとできてとかって言うけど、いや何をもって何の会話なんだということなんだよね。容姿が綺麗でかっこよくて、普通こんな人に会えない、喋りそんな人に会えないような容姿の、本当にかっこいいな、テレビやドラマで見てくるような、それが仮に作り物ならお化粧だとか整形したとしても、そんな人田舎に歩いてないんだから、田舎っつったってその辺の道端や田んぼで歩いてるわけないんだから、そういう人を見て、あ、その空間で喋れるっていうことに対して価値を見出すってことがあるわけですからね。やっぱりキャバクラだってそれに近いようなもの、中身がうんっていうのはまた別問題で、その中から、あ、そうなんだこうなんだっていうこともあるわけだからね。何をもっていいとか悪いとかって言えないんですよ。結局これって、私も言いかけで自分のことを思い出して笑ったのが、その私がこの暴力団ヤクザに入った時に、20代は良かったんですよ。30代ぐらいになって、中間管理職ぐらいになってきた時に、なんて言うんですか、規制がかかってくるわけですよ。これはしちゃいけない、あれはしちゃいけない、こういうことはダメだって、暴対法だとかうんぬんかんぬんっていう風に上の人から言われるんだけど、上の人たちはやりたい放題やってきたんですよ。自分の欲望のまま、暴力のまま、思うままのことをやって
蹂躙し、ひどいことをしてきて、今があるわけですよ。私たちとって、あれはダメ、これはダメ、こうしちゃダメ。よくヤクザなんだから、お前適当、なんか好き放題やってきた、お前がって言うけど、ほぼやれてないんですよ。ちゃんと長く続けてば、続けているほど、人ほどきちんとしてないと、そんなデタラメやってたら、党に捕まるか破門絶縁になるんで、あんまり無茶苦茶なことってできないですよ、実は。なんか、漫画やドラマで見てきたように、ヤクザは何でももうやりっぱなしって言うけど、そんな人は当に死んでるか、長期の刑務所行ってるか、破門絶縁になって処分食らってるんですよ。自分みたいな途中でね、逃げちゃったやつなんかはそこまでできないんですよ。やめたっていう人間はそこまでやれないんですよ。それが嫌だし、ビビりだから逃げちゃうわけだから。だからそんな言うほど悪いことは、っていうふうに思うんだけど、そういうふうに、できた人たちはいいけど、自分らはやれなくなってきてるわけですよ。そういう規制の中で、今度は自分たちが若い子たちに指導するの時には、そう言いながらその中でも自分を売り出していけって、もう矛盾点だらけなんですよ。で、そのこと言ってくと、ホストの世界だってそうなわけで、ところがやっぱり容姿を変え、形を変え、内容を変えっていう形で、今の女の子たちがいいなと思うようにしているわけですよ。だからかなりそれぞれのところでそれぞれのやり方っていう形で考えてるんだと思うんだけど、それを全部否定するっていうわけにはいかないんだよな。なかなか難しい問題だと思うけど、そうするとそんなこと言ったらさ、何にもこのドロップしたり、そういうちゃんとした何をちゃんとしたっていう、そういう風じゃない人っていうのは、顎だけで口先さんずんと見た目だけで何とかしようっていう人たちは何にもできなくなっちゃうよねって話になっちゃうじゃないですか。もう YouTube も TikToker ももう無理だよ、今これからは。さすがによっぽどのことがない限り、なんかうわーキャーキャーってやってるだけで売れるようなあれじゃないし、 YouTube で飯を食っていこうって、それだけでっていうのはなかなか厳しいと思いますよ。何かないとね、何かあった上でっていうことじゃないと難しいと、このおじさんが言ってるんだからね、そうなんだけどね、プラスアルファ、例えば、そうだな、なかなか難しいよな、 SNS の使い方も。なんかインスタはもうインチキ臭いって感じになってるし、TikTok はもう倫理がないって言われてる。なんかうまいこと言ってた人がいるけどね、 YouTube はもうどうのこうのとか、なんかすごいうまい表現をしてた人がいたけど、何かで見たけど、まあ、そんなもんなんだよね。でもまあそれに私も携わってね、やってるわけだからね、全部その否定はできないんだけどっていうことで、ただまあ家出してきたり行き場がない女の子をそういう風にして囲い込んで、そういう店で働かなきゃいけない、店で働くどころか売春行為、そういうことをパパ活という売春行為をさせ、そのお金をっていう風にするっていうことはどうなのかなっていうのはありますけど、それをさせてしまう、なんていうかな、それを誘導してしまうっていうのはまずいけど、分かってたらいいのかって、これグレー的な、だけどそのお金どこでどうしてきたのとはあれだし、経営側は分かってやってるのかっていうのは難しいよね。それはここは本当にいろいろ考えていかなきゃいけないだろうし、でもそんなこと考えてたらそういうことはできないし、なかなか難しい問題ではありますね。はい、以上です。